今回は、乗り継ぎでヘルシンキ空港に1回2、3時間ぐらい滞在してからまたロンドン行きの飛行機に乗ります。誰もいない。ただいま朝の4時半です。何にもやってない。わあ、かわいい。わあ、すごいかわいい。お、サウナルームがある。そっか、サウナが有名なのか。おお、はーい。到着しました。やったー。ちょっと天気はあんまり良くないんだけど、到着しました。嬉しい。こっから、地下鉄に乗ります。あ、ここだ。ここでチケットを買うのか。オイスターカードか。ゲット。着いた。かわいい。着いた。地下鉄から上がってきて、今地上に抜け出しました。最高。嬉しい。やっと着いた。もう16時間以上かかりました。ヒースロー空港でスーツケースを受け取るまで、なんでかわかんないけど 4,50 分ぐらいかかったのね。でその後に地下鉄乗ろうと思って、事前に調べておいたあのオイスターカードを購入しようと思ったら、間違えて1日限定のチケットを買ってしまって、それをまず払い戻しして、またオイスターカードを買い直したんですけど、そういうのもあったからちょっとね、いろいろ時間かかっちゃって、予定よりも1時間押しぐらいのホテルチェックイン。でも無事着いてよかった。夢のようだ。夢か。よいしょよいしょっと。あ、かわいい。めっちゃかわいい。やっとホテル着いたんですけれども、今の時間が10時半ぐらいなんでね。だけどチェックインがまさかの3時で、まだお部屋に入れないって言われちゃった。教えたの、国し忘れたのかな。これちょっと予定変更して近くでランチして、ふらふらした時間潰したくなります。聖堂です。ちょっとこれから中に入りたいと思います。ホテルに帰ってきてメイクして完了しました。これからディナーの方に行ってきたいと思います。クロワッサンとちっちゃいパンとパンケーキと、こちらイギリスっぽい朝食。いただきます。2日目の朝がやってきました。昨日ちょっと疲れすぎて、なんでイギリスに来たかというとみたいな話ができなかったんですけど、今回は本当にシンプルに旅行でイギリスにやってきました。初めての
ロンドンなんですけど、1日目がプチトラブルが5個ぐらいあって、なかなか予定通りに進まずに、で朝から晩までずっともう歩き回ってて18キロぐらい歩いたのかな、ヘロヘロで、なのでちょっと動画撮れなかったんですけど、6時ぐらいに起きて朝食食べて、もう準備も完了したんで、これから、観光に行ってきたいと思います。昨日本当爆走したんで、今日はちょっと体軽い。これ9と4分の3番線の写真撮るスポットのとこなんですけど、めっちゃ長蛇の列。せっかく来たので並びたいと思います。無事に撮れました。結局1時間ちょっと並びました。いやめっちゃいい思い出になった。ここだ、すごい、撮影したんだ。実際ハリーが撮影した場所に来ました。すごい嬉しい。降ってきました。これからヴィンテージショップに向かいたいと思います。このお店です。かわいロンドン3日目やってきました。今タワーヒルに、タワーヒルっていう駅に来て、じゃーん、ロンドンタワー、ちょっと見てからタワーブリッジ、そこの階のビルみたいなところ行きたいと思います。なんだっけな、シャードだっけ、シャードだよね。うわーかっこいい。ハイドパークにやってきました。待って、遊園地じゃない、あれすごい、何あれ楽しそう。まだ真っ暗、これからグラスターロード駅に向かいたいと思います。今のうちにロンドンの空気吸っときます。うわ、あ、かわいい、ロンドンのレゴだ。ちょっとこれ買おうかな。ということで無事に日本に帰ってきました。
かった、安心しました。3泊5日でもう濃い3日間をロンドンで過ごしたんですけど、初ロンドン、見える景色が全てキラキラ輝いてて、本当にいるだけで気分も上がったし、ネットとか本とかでイギリスについていろいろ調べてたんですけど、実際ね自分の目で見て巡って見て回るっていうこの素晴らしさをすごい感じました。めっちゃ楽しかった。口トラブルもたくさんあったんですけども、もう忘れちゃうぐらい本当に楽しい3日間でした。またね行きたいですね。本当今回の旅行でちょっと回りきれなかったところもたくさんあったんですよ。オックスフォードとか、そのハリーポッターの聖地である場所とかも行けなかったので、次は行きたいなと思います。今回の旅 Vlog はこんな感じでした。また更新します。バイバーイ。